どずくめの夢から覚めた。私の脳内環境はタブという偉大のしないものに化されてしまいまして、それからはどうしようもなくブルーズに避けた。信頼環境を制御するだけのカパシティなどが存在しているはずもないので、曖昧な大概のイナスな感じ論をぶちまけた。ことの歯の中どんかこんにか現在視点を確認する目玉を欲しがっている。どうしてずくめの前にずっとして明日こうしてさよならレイレイ、現実直視と現実逃避の距離、田中の心臓どこかにいいことないかな、なんで裏返しの自分に行こうよ。自問自答自問たとたもん自答それもしよう。ただ本能的に触れちゃって、でも言いたいことってないんで、痛いんで触って愛んで天にも述べる気になって、どうにもこうにも日常さっちもあっちもこっちも今すぐあちらへ飛び込んで行け。もうラブラブになっちゃって、横隔膜すばっちゃって、強烈な味にぶっ飛んで等身大のラーマ、余白的に縛っちゃって、網膜の上に貼っちゃって、もうラブラブでいっちゃって、よ会いたいとないない。あら、誰からのボイスメッセージかしら。ポチッと。あれ、ちょっと待って、これ裏表でしょ。日暮らしじゃないよ。ヘキレキくん、お前今どこですか。会いたかったよ、ずっと会いたかったよ。え？嫌なことずくめの夢から覚めた。私の脳内環境がラブという偉大のしないものに化されてしまいまして、それからはどうしようもなくブルーズに避けた。信頼環境を制御するためのリミッターならぼかけるというわけにもいかないので、大概は曖昧な命な大災害を振りまいた。エゴをはらませ、どうにかこうにか現在自然を確認した言葉を手に使うんだよ。どうしてずくめの前にずっとして明日こうしてさよならレイレイ、現実直視と現実逃避の距離、田中の心臓どこかにいいことないかな、なんで裏返しの自分に行こうよ。自問自答自問たとたもん自答連れ回し、あただ本能的に触れちゃって、でも言いたいことってないんで、痛いんで触って愛んで天にも述べる気になって、どうにもこうにも道もさっちもあっちもこっちも今すぐあちらへ飛び込め。もう目的に揺らちゃって、協力予定作っちゃって、どうしてもって言わせちゃって、等身大のラーマって今日は自宅に誘っちゃって、衝動的に歌っちゃって、もうラブラブで言っちゃってよ、大体会えない。もうラブラブになっちゃって、音楽まくず歌っちゃって、強烈な足にぶっ飛んで等身大のラーマって脅迫的に縛っちゃって、網膜の上に貼っちゃって、もうラブラブで言っちゃってよ、会えない会えないであります。